皆さんこんばんは。イラトゥスロードオブザデッド引き続きやっていきたいと思います。さーて、今日ボスいくつだっけ。あ、次元だ。ボスじゃないわ。全然このリッチを試してみるという話でしたね。果たしていけるんでしょうか。やっていきましょう。はーい、はい、死亡。蘇生。一番後ろに出ちゃった。はい、あぶね。あ、いた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 。早めにこいつを倒さないといけないからね。タバコもよーい。で、そうね。戦闘はね、運がマイナス12か。爆撃スタンスを取ります。2ターンの間選択肢まで攻撃力上げていく。で、問題はこいつらのブロックを削っとかないといけない。で、毒2回重ねか。あぶね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 。削れてなかった。スタンスを遮る。スタンス遮るものはないね。いや、これか。ブロックされちゃったから意味ねえか。あぶねえ。あ、いた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 。重複はしないのね。守護虫か。はい。で、どうすっかね。後ろのやつやっぱ殺したいよけど、通らないの困るんだよな。せっかくの。Impale this wretch。ホギーがね。スタンス。あ、痛いね。さあ、行け。行け。Blow them to pieces。ブロック1回いったの痛いね。62から66か。お前じゃ当てろよ。よし、で、鎧を無視する。鎧を無視するのいいね。ほら、鎧を無視か。ランダムか。そうね。ダメージさえ負わなければ、次でイラトゥスの泉、あの泉でマナを回復できるわけだから。よし。鎧と抵抗力マイナス8。こいつ今バフがかかってるだけだよね。
こいつ、早めにどうにかしたいとこだけどね。20% 少ないダメージを与える。鎧虫か。はい。デバフかかったね。あ、デバフ除去されちゃうのか、これで。意味ねえじゃん。爆撃スタンス。さあ、リッチは罠。鎧と抵抗力をすべ、あ、ダメなんだ。こいつがいるからダメなんだよな。だったらもう関係ねえと。火力で押し切れという形でいくしかないね。さて、で、鎧虫攻撃。さあ、痛い。臆病。とりあえず、ああ、こいつ買ってんだよな。君からかな。There's no sun up in the sky. Bony weather in the sky. 撃て。Extinction of life. で、ぶち抜け。よし。で、そうね。おいよ。ああ、逃げないというなら心臓を。ダメか。ダメならもう早めにやっちまった方がいいな。ほら。There's no sun up in the sky. Bony weather incoming. なんとか乗り切ったね。才能さん。クリティカルになる欲しいね。これ3つ取んなきゃいけねえのか。呪文が110マナ減少も欲しいけど、ゾンビも早く強くしたいよね。ふい、よし、3ポイントだな。これダメよ。いやー、人がいなくて回んないのよね。ちょっとしばらくこの状態で行くか。人いないんですよ。意外といけるかもしれない。あとはなんだろうね。マナー回復はリッチか。リッチか。あれ作れないかな。怒りの欲しいかな。ヘッドハンター先に欲しいかな。よし、素晴らしい。で、バンシー置いといて。よし、これで最初から1,2,3,4,8あるでしょ。で、この子の必殺技は65。ちょっと待てばね。節約していかないといけないからさ、うちもさ。で、ここ行って、マナ回復。エリートはいないね。魔法使いとかいるから気をつけないとね。まずね、こいつだよね。こいつをいかに早くしてぶっ殺すかということなんで、
危ないよ、いいよ。There's no sun up in the sky. Bony weather. 前でガードして。ダイレクト OK。デバフ入ったな。守護を無視。こいつはないのか、あれは。鎧と抵抗力奪っていたけど、ああ、でも。ないんだね。どうしよっかな。そうね、ラッキー、そいつに入ったか。あ、痛いね。はい、準備が必要です。あ、場合によってはでも必殺技で吹っ飛ばしても、ああダメだな、あれを使うからね。どっちにしろ眉でしょ。召喚するでしょ。これで下がっちゃった方がいいかもしんねえな。35でちょうど使えるわ。ほい。ブレイブアルネクスインソーソンフレッシュコープス。よし、ブロック削って、ナイブロック削った。ナイブロック削る。これでやっと攻撃準備が整うって感じですね。で、そうね、スケルトン用免疫？マジで言ってんの？ダメじゃない。うん、痛いね。よし、リダイレクト、素晴らしい。さあて、ドイツかな。うん、2回攻撃しようか。うわ、痛い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 。はい、こいつデバフかかってんね。守護を無視する。どうしよっかな。はい、バフしといて。爆撃準備を。あー、ふざけんな、2つついた。持ってきたな。削れ、ブロックを削れ。オッケー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 。ミダイレクト、はい。マナ回復方法がないのがちょっと痛いね。守護を無視。優先順位を上げていく。カウンター痛いだろうね。素晴らしい。ねえ、やってくれたじゃないの。ちょっと HP 回復するの待とうか、こちらもね。削んなきゃね、ブロック。はい、削った。対象は守護とブロックすべて失う。ブロックと守護すべて失うか。失わせちゃいましょう。
死後無視。いけ。命中率。いけ。倒せよ。素晴らしい。My will is a tide that will wash away your pathetic civilizations. 呪文が 25% 安くなる。呪文が 25% 安くなる。耳いる。一回限りか。生き残ったすべてのミニオンがボーナスプラス2か。悪くないですね。呪文が 25% 安くなる。うん。武器も早めに強いとこ欲しいよね。ダメージを失われるとでしょ？こっちの方がいいかな。もう心臓発作なんてそうそうないから運にかけよう。やはりね、マナ回復方法がないっていうのが非常に痛いですね。アーティファクト入ってる。行こう。主導権がゼロに減少する。呪われてるって。逃亡につき。ミニオンと敵が、はあ、主導権がゼロに減少するっていうのがあんましどうだろうね。要は行動が一番最後になるってことでしょ。あ、しかもこれ全員か。ちょっときついな。これはね、場合によっては使える場面があるかもしれない。ボス戦ね。おお、このままの調子でいけんじゃねえの？ここで最後にしようか。意外と、ほら、これ主語3ついてるからさ、この人。まあ、それ弱いんだけどね。結構あるね。どうしよっか、これ。リダイレクトしたいけど、ブロックと守護を失わせたいね。お前よ。危ないからね。で、デバフ刺さったところでの一斉射撃。で、守護無視。はい。はい。バフ。はい、盾構えた。はい、サクロン。おお、減っていく。お、回復していく。あ、なんかすげえことやってきた。おお、やっていくね。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。やばい、撃たれんじゃない？ああ、狙ってくる。ああ、死ぬ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 。役目を果たす前に。役目を果たせ。お前は危ない。There's no sun up in the sky. Bony weather incoming. ね、ちょっと守りに入んないとやばいね。スタンスしとかないと。で、爆撃準備をしといて、ブロック削りたいね、どうにかしてね、敵の。リダイレクト。ブロックなくなった？守護無視しちゃう。壊したいんだよな。このマスケット野郎。よし。ダメージ取るようになったね。後ろへ逃げろ。逃げれるかどうかわかんないが、これで。誰だな、ちょっと待って。これだな。ブロックと守護すべて。失え。
よし、はいだはいだはいだ。ドゥーン。ターゲットマーク。ダメージ増加か。マークは対象が移動すると消滅するんでしょ？ならば移動しようじゃないか。両方ダメージ取りやすいね。いけ！トゥ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 。で、お前よお前。危ねえだろ。やめて、そっち攻撃しないで。あ、まあいいや、そっちはいいや。スケルトン攻撃しろ、スケルトン。あ、なるほどね、これありだな。こいつありだな。回復するのありだな。その前に鎧を剥いだっけ。剥いでんね。最後の一匹になった時こいつ削っちゃおう。鎧無視、2回攻撃。いけいけ。いいわ、そんなもの。攻撃してこい。よし、これで終わるだろう。あ、逃亡入りました。逃亡入ったな。逃亡入ったけど、これ死んじゃう可能性はないね。先に逃げるわ。はい、眉で防御。あ、待って、先に逃げるわじゃない。いやー、やってくれたわ。なんだよ、もう一匹後ろ、もう一回やってほしかった。で、君は生贄だ。煮えとなるがよい。煮えとなれ。おいやー、9600回復です。カウンターで消えてった。あ、なるほどね、こういう使い方できるじゃない、リッチさん。選択したミネタが全てのバフを除去する。あんましだな。ほら、まだいけるよこれ。連続で戦闘いけちゃうけど、素晴らしいね。で、こうやって貯めた資材でどんどん開発を進めていくと。建築ポイントどうなってんの今。70じゃがっから作れんね。どっか怒りの家やったでしょ、ここだな。リッチ。リッチ作れない。リッチさん。いいね、潤沢にしてこう。最終的には最強ゾンビをもう一匹やっぱね、作らないといけない。I just can't tell where they get their uncaring attitude. それやるために今これ取りに行ってるわけだからね。これよこれ、命中プラス15、攻撃プラス3とかつく、主導権プラス2もつくからね、生かしていかないとね。で、マナ回復とかこれに重要、めちゃめちゃ。マナもらいたいかな。いけんねえ、もうちょっといけるね、このメンツで。ちょっと我慢してもらおうか。このゾンビくんはそうでもないんだな。まあ、こんな感じでね、とりあえず、ゾンビくんを作るにあたっての、血が？血なくね、全然。あれ？武器と鎧。武器も揃ってない。鎧も大して揃ってないですね。肉は高ランクにできそうだね。肉だけちょっと補充しとこうか。
the smell of successful alchemy. 多いね。攻撃プラス2、敵力プラス2。これ紫にしちゃうと変わっちゃうのかな。それだとちょっと怖いね。攻撃プラスについてれば十分な気がするけど、まあそんな感じでね、とりあえず今回は、あ、もう一個先まで行けるね。アイテムが詰まってるらしいです。これよ、うわ、何あれ、やべえな。このキング部隊にこれでいけるかな。ゾンビ死んでほしくねえけどね。まあそこはリッチのね、あれにかけるしかないね。少数精鋭で戦っていきたいと思います。なんか使えるアイテムないかな。あー、命中マイナス25。アイテムかここしかないんだな。生き残ったら君たちはだいぶいいことになるよ。一匹強いの作っとかないとね。ということで今回はここまでにしたいと思います。また次回お楽しみに。さよなら。